どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンの原作者をやっております。実はですね、僕がスニーカー大好きおじさんでして、スニーカーたくさん持ってるんですけど、まあ、左利きのエレンっていう漫画の中でも、結構キャラクターが履いてるスニーカーをちょっとこだわって、このキャラだったらこれ履いてそうだなって、結構実物の、本物の、世の中にあるスニーカーを、キャラクターに履かせたりしております。まあ、ルーシーっていうキャラクターのね、ポンプフューリーとかは、皆さん記憶に、結構残ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、そんな感じで他のどのキャラクターにもこのスニーカーが合いそうだなって履かせてるので、今日は左利きのエレンのキャラクターが履いているスニーカーを現物をご紹介したいと思います。こんなのを履いてるよという、まあニフニさんのね作画を見ていただけたら、スニーカーの雰囲気はわかると思うんですけど、まあ実物見たことないっていう方もいらっしゃるかと思うので、今日はキャラクターのスニーカーをどしどし紹介していこうかなと思います。ちなみになんですが、僕の、プライベートのスニーカーコレクションは、GQ さん、雑誌の GQ さんのウェブメディア、YouTube チャンネルで、芸人の摩天楼のアントニーさんが、ここにうちに来てくれて、スニーカーを、漫画家のスニーカーコレクションを紹介するみたいな、チャンネルで、撮影してもらったことがありますので、もし、スニーカー好きな方はそちらもぜひ見てください。それでは一人ずつキャラクターごとに紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、まず一つ目は、これです。これもね、本編に名前が出てきたので、これを見たら、あの彼のだなってわかる方もいらっしゃるかもしれないですけど、アディダスのスーパースターという、モデルです。で、これは主人公の朝倉光一が履いているものになります。劇中の登場シーンとしては、まあ、デザイナーになった日に履きたいっつって、主人公の朝倉剛一がスーパースターっていうね名前に惹かれて購入して、なのでまあ、そういうので覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。でもあとはさゆりのニューヨークでのプレゼンシーンでも、ラン DMC というアーティストがこの靴を履いていて、そんで、マイアディダスっていう曲を作ったよというエピソードでも登場しているので、まあ、いろんなところでちょいちょい出てくる、スニーカーになっております。なので、まあ、ポンピフーリーの次ぐらいに左利きのエレンで出てきてるかなと思っております。実物なんですけど、まあ、これはね、もう、世界一売れた、スニーカーが確かスタンスミスだった気がするんですけど、まあ、アディダスの中でもスタンスミスに次いでぐらい有名なモデルなので、もう今更っていう感じだと思うんですけど、まあ、履いてる方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、本当に履き心地抜群だし、まあ、何より何にでも合いやすいという、まあ、普遍的なデザインが魅力のスニーカーになっております。まあ、スニーカーうんちくとしては、まあ、この、頭の部分、つま先の部分が、まあ、シェル、まあ、貝殻みたいっていうので、よく、まあ、代名詞的なものになっております。はい。まあ、本当に履きやすいので、僕もたまに履いてます。はい。続きまして、もう一人の主人公、山岸エレンが履いている、オールスターですね。コンバースのオールスターというモデルになります。僕自身は、ちょっとね、このハイカットがあんまり、履かなくて、スポッて履けなくて時間かかるので、あんまりハイカットは持ってないんですけど、これはすごい、まあ定番ですし、まあ主にそのエレンの参考用に、大事にたまに履いてみてます。まあまあもうド定番なので、もうほとんどの人は一度は履いたことがあるんじゃないかなと思います。ちなみになんかこの色、この、なんて言うんでしたっけ、このきなり色でハイカットって、なんかなかったらしくって、本当かよって思いますけどね。これすげえ見たことある感じ、なんか本当かよって感じですけど、一応買った時はこれ実はなかったんですよって言われて、まんまと買ったんですけど、本当っすかね。ちょっとごめんなさい、コンバースそこまで詳しくないんで、ちょっと定かじゃないんですけど、これは、ロンハーマンで買ったロンハーマンの別注モデルになります。まあ、エレンこれ履いてる設定なんで、まあ、エレンがロンハーマンで買うかなって思うんですけど、まあ一応エレンが愛用しているコンバースはこれというイメージです。きなりのハイカット。まあ、きなりなのか白なのか、まあ、
あの、すごいベーシックな色のコンバースを履いてるイメージでございます。はい。はい。続いて、もうこれですね。もう左利きのエレンで一番出てくる、スニーカーで、ファンの方からも、左利きのエレン見て買ったよと言われる率が一番高いスニーカーです。リーボックのポンプフューリーですね。これはもうファーストカラーという、あの、美容区が入ってた色合いなんですけども、まあもちろんその、ファーストカラーの一番最初のやつはもう、あの、手に入らないので、多分、これは何回か目の再販のやつです。まあそれでも結構くたびれてんで、でもやっぱ一番この色合わせがまあ、ポンプフューリーだなっていう感じがして、僕は一番好きです。あの、ちなみにあの、マルジェラが、つい最近あの、これの、旅シューズ版を出しましたよね、この、すごいかっこいい。で、あの、ポンプフューリー、まあ、個人的にあの、他にも好きなのは、こういう、なんかアメカジっぽい色合わせとかもすごい、かっこいいし、まあ、あとはこういう、これはね、確か、軍物っぽいテイストのシリーズだったはず、なんだっけな、海軍のなんちゃらとかだった気がします。ちょっとごめんなさい、定かじゃないですけど。ちなみに僕が一番最初に買ったポンプフューリーがこれでした。あと、ま、買ったけど全然履かなかったシリーズだとこれですね。まあ、何に合わせたらいいかわかんなくて、あんまり履いてないんですけど、まあ、こういう、もうとにかくポンプフューリー最近めちゃくちゃ種類があるので、形さえ気に入れば、あの、お気に入りの一足が、あの、あるんじゃないかなと思うぐらい、あの、ありますね。まあ、あと、個人的には、これがあの結構好きで、あれですね、ミタスニーカーの別注のやつなんですけど、これなんかは、スーツ着るときはこれ履いてたりしました。だから本当にもう、幅広いですよね。ポンプフューリーは。もうなんかもう本当にピンから着るまであるんで、結構ポンプフューリーで検索すると面白いのが見つかると思うんで、おすすめです。ちょっとね、スニーカーの話になると、必要以上に喋っちゃうんで、バッサリカットして、編集すると思うんですけども、続きまして、神谷雄介着用の、AirMax95、もう名作中の名作でございます。これもね、例によってもちろんその初代の、一番最初に実際出たやつじゃなくて、再販の、何度目かの再販のものです。まあそりゃそうっすよね。もう出たのがだって95年だと思う。本当に95だから95だと思うんですけど。25年前か。もうさすがにね、もう履けないでしょうね、初代の本当のやつは。まあなので、こういう再販のものがあるとありがたいですよね。まあ、もうスニーカー好きな人にはもう100回目ぐらいだと思うんですけど、まあトリビアで言うと、これはなんか人体の骨とか、その背骨とかなんかそういうのはデザインのモチーフになってるそうで、まあまあ、もうとにかくもうそういうの抜きにしてもかっこいい、斬新なカラーリングで、まあもう本当にスニーカーブームの、代表って感じだと思います。この95も結構たくさんコレクションであるんですけど、僕が一番履いてるのはこの色ですね。この、何色？きなり色って、日本語で言うとおじいちゃんっぽいんですけど、何色っつうんだ？ベージュか。ベージュ。まあ、ホワイトベージュ。めっちゃ良くないですか？これはね、思い出があって、日本で売ってなかったんで、海外から取り寄せたんですけど、なんか、どっかの関税かなんかで引っかかって、なんか、半年ぐらい届かなかったっていう、やつです。めちゃくちゃいい。僕は、気に入ってるバランスの色です。で、まあ、これもね、95もやっぱもう大人気モデルなんで、いろんなバージョンが出てます。これはもうなんかクレイジーカラー。っていうの。まあ、あとはちょっとね、95はね、今年当たり年でいろんなのが出てるんですけど、これも素敵だなーって思います。で、僕が一番最初に買った AirMax95 はこれです。駅伝モデルの東大カラーだった気がします。ちょっと、なんか何の縁もゆかりもない、やつなんですけど、まあ、単純に見た目が気に入って買いました。あと、これも相当気に入りの、やつですね。確かこれはね、藤原博さんコーディネートの、期間限定のナイキ ID かな。このやっぱ白が爽やかで
いいなと思います。なんかね、95といえばこの横のこのグラデーションが一番デザインで目立つ場所だと思うんですけど、僕は個人的にここのね、シューレース通すやつがアクセントで可愛いなと思って気に入ってます。ちょっと喋りすぎて喉があれですけど、まあちょっと動画にするときは短くします。あとね、まあ番外編っていうので第2部、原作版の方でしか出てきてない第2部のキャラクターのもちらっと紹介しますけど、名前しか言わないんでネタバレには、ならないようにしますので、まあそんな名前のキャラがいるのねとして聞いてもらえるといいなと思います。はい、第2部のキャラクター、アリバが入っている、モデルになります。いきなりニューバランス。1300がどういうモデルかっていうと、まあ、一応、ちょっとアッパーな、ちょっと軽く高級ラインみたいな、なんつったらいいんだろうな、高級ラインの中の安価版ぐらいのイメージだと思ってください。まあ、ベンツの安いやつみたいな感じですかね。なんか、そんな感じで、いいバランスの、靴だと思います。まあね、ニューバランスって定価がすごい、他のと、ナイキさんとかと比べて、ちょっと高めなので、まあ、いいやつだと2万円台とか、平気であるので、まあ、確かこれ、1万円台の、やつかな。まあ、それこそね、すごい、ずっと長く履ける、ベーシックなデザインで、有馬さんお気に入りの一足です。アレンっていうキャラクターが出てくるんですけど、アレン着用は、このオフホワイトの、ザテンってやつですね。まあ、これもね、プレネで、相当な値段いくやつ、なんですけど、まあ、アレンっていう、キャラクター、まだ正体明かしてないんですけど、まあ、こういうのが好きなタイプかな。あと、なんかあれが、大日本の春が、これ履いてた、履かせた記憶があるけど、どうだっけな。履いてたかもしれません。まあ、あの辺の、若くてイケイケの、男の人が、好きそうなモデルなので、若くてイケイケが出てくると、点を履かせたりします。はい。っていう感じなんですけど、番外編の番外編っていうことで、第2部だと、まあネタバレじゃないんで言いますけど、まあネタバレじゃない、まあ人に、それは受け取り手の問題なんで、まあ僕はネタバレじゃないと思ってるんですけど、神谷雄介率いるアントレースっていうブティック、原作版の方にも出ていますけども、そっちがね、今ね、アパレルを作ってるっていう物語になってて、こういう、キーチェーン、ストラップ、とか、まあ、要はそれを実際に作って売ってるんですけど、結構、なんか大人気、おかげさまで大人気で、こういうストラップ、まあ、さすがにね、これはあんましないと思うんですけど、こうやってね、ちょっと出したりとか、こういう着方はいいなと思ってますけど、まあ一番売れてるのがこの T シャツですね。T シャツがね、なんかね、さっきこのアントレースっていう、今グループで本当にアパレルやってるんですけど、それのね、デザインとか全部監修とかやってくれてるのが、なんと、僕がもともとお世話になっていた、神谷雄介のモデルになった人なんですよ。だから僕の中では本当に神谷雄介デザインなんですよ、ね。だからそれが結構エモいし、僕としても非常に嬉しいので、それでやらせていただいてるんですけど、T シャツがね、こんな感じで、ちょっとね、着ないとわかんないんですけど、これちょっとね、友達にあげる用なんで、今着れないんですけど、バックプリント。で、まあ、これはちょっと展覧会限定のやつなんですけど、こういう T シャツをやってます。で、本当についさっきこの前の時間に、このアントレースの打ち合わせでちょっとやってたんですけど、そこで衝撃の事実を聞いて、めっちゃプレネで、プレネで売られてたらしくて、プレネがつくほど人気っていうことは、まんざらでもないが、
1円も入らないので、なんとか公式で買ってほしいと思いつつ、ただなんかやっぱりこの、まあ、資本がないんでね、僕のお金を資本に、T シャツを仕入れて制作して販売してっていう僕のまあ今持ってるお金で回してるんで、まあもう全然規模がちっちゃいんですよね。だからちょっとそういう事情で一気に大量にとかはできなくて、どうしても買えない人が出てきちゃってる手前申し訳ないとは思いつつ、ちょっとね本当に欲しい方はインスタフォローし、アントレースの僕のインスタじゃな、僕のインスタは食べ物の写真しか投稿してないんで、どっちでもいいんですけど、アントレースのインスタをフォローしておいてもらえると、いろいろ情報が、出るので、おすすめです。結構ね、発売日に、発売日の発売直後だったら、そんな他のなんかね、レアスニーカーの、発売開始とかよりは買えると思うんで、一応でもなんかこの、さっきの、この T シャツとかは、確かね、50秒ぐらいで売り切れたんですけど、まあ、50秒以内にボタンを押せば買えるっていうことだから、まあ、シュプリームよりは買いやすいので、なんとか、それで許してくださいっていう感じです。他にもね、これおすすめなのが、すいません、なんかちょっと、急に通販始まったみたいな感じで、若干引いてる人もいるかもしれないですけど、こういうね、短パンとかも作ってます。それ、めっちゃいいっすよ。変な風に宣伝すると、神谷さんのモデルにめっちゃ怒られそうなんですけど、僕が言うのは、本当に気に入ってるから、すげえ履いてますということだけお伝えしておきます。ロゴもね、控えめで可愛いっすよね。このね、漫画から生まれたアパレルって、まあ、これまでも、まあ、なくはなかったと思うんですけど、なんかまあそれとはちょっと変えたくて、なんかただ漫画の絵が入ってるとかも僕別の AK5 っていうサイトで売ってたりするんですけど、それを買ってくるのは漫画のファンで嬉しい、漫画のファンだから嬉しいんですけど、目標はアパレルのファンにアントレースを漫画とは知らずに買ってほしいっていうのが目標みたいな感じです。だからまあ本当にね、いい服として買ってもらえたら嬉しいなと思ってます。まあ、こんな感じで毎回可愛いステッカーもついてくるんで、これシーズンごとにステッカー変えてるんで、このステッカーはもうないんですけど、みたいな感じです。ああ、そう。あと靴下とかもね、ちょっと見えねえ。靴下とかも、こういうすげえ、いちいちこだわってんですけど、こういう袋に入ってお届けしてます。はい。まあ、この動画は、ちょっと、なるべく早めに出すんですけど、まあ、ティザー的に、お伝えしていくと、アントレースっていうアパレルで、今後結構動きがあるので、ニュースがあるので、まあ、僕のツイッターか、アントレースのインスタグラムを、フォローしといてもらえると、嬉しいです。はい。そんな感じで、スニーカー大好きおじさんプリが、出すぎて今喉がもう潰れちゃったんですけど、一人で勝手に喋って楽しんでしまいましたけども、何の動画だこれちょっとなんだろう、まあそもそもちょっとね、じゃあ最後にまとめの話をすると、まあそもそもなんだろう、僕漫画との接点が現実にあるっていうのがすごいワクワクするタイプでして、うん。だからね、それこそスラムダンク読んで、バッシュ買ったみたいな、そういうのってあるじゃないですか。そんな感じで、なんか、アイテムを出すときになるべく現実にあるものを出したいなと思って。だからもう PR とか、最近ね、だからその PR とかがね、あるからまたややこしいんだけど、PR とかじゃなくて、映画でスタイリストが選んできた洋服ぐらいの感じで、なんか、だから漫画で言うとね、僕、原作者がスタイリングできるんで、キャラクターに本物を履かせて、なんか、現実との接点を作りたいなと
思ってやっているんですけども、まあだからそれこそ漫画読んでポンプフューリー買ったよとか言われるとすごい嬉しいし、うん、まあこの YouTube チャンネルでもたびたび出してるAK5 新月エレンの黒いコートですね。あれも今実際別で作ってますし、今回紹介したこのアントレスっていうのもやってますし、結構ね、今年からアパレルいろいろやっております。なので、もろもろ、左利きのエレンワールドを、応援してくださると大変嬉しいです。それでは、多分ちょっとまあまあ長めの動画になったと思いますが、この辺で、終わります、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いします。それではまた。